いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2013年モデルメルセデスベンツ C250 ステーションワゴン AMG スポーツパッケージプラスをご紹介させていただきますまず外装面の状態からですがフロントバンパーに飛び石と ボンネットに同じく飛び石があり左フロントのアルミホイルにがり傷と左右のサイドスカートにそれぞれ線傷がございます運転席と助手席のドアのエッジにそれぞれ小さな傷と左側のドアミラーに 同じく小さな傷がございます外装色はポーラホワイトインテリアはブラックハーフレザーの組み合わせとなっております後期モデルならではの高いデザイン性とステーションワゴンならではの実用性を兼ね備えた C250 ステーションワゴンでございますこちらのお車には AMG スポーツパッケージプラスが装備されておりますので数多くの専用装備が施され内外装ともにスポーティーな雰囲気に仕上がっておりますまたクルーズコントロールや純正のハードディスクナビゲーションなどメルセデス・ベンツらしい快適装備も充実した一台です ヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが採用されており夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンスペックに関しましては1.8リッター直列4気筒のターボエンジンが搭載され最高出力は204馬力を発揮しますアルミホイルは AMG スポーツパッケージプラス専用デザインのセブンツインスポークの18インチアルミホイルが装着されており タイヤの山に関しましては、フロントが約7分山、リアが約8分山程度となっております。続きましてリア、ご紹介させていただきます。リアのテールライトは、後期モデルより導入された新デザインのテールライトが採用されております。合わせてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。 ステーションワゴンでございますので、トランク全体十分な容量を確保しており、後部座席を倒してお荷物を積むことが可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのハーフレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。 ステアリングは3本スポークのスポーツレザーステアリングが採用されておりパドルシフトが装備されておりますので自由自在に変速を楽しみいただけますクルーズコントロールも装備されておりますので高速走行時も楽々運転していただけますナビゲーションは純正のハードディスクナビゲーションが装備されており車内では地デジの視聴も可能です バックギアに入れていただきますとバックカメラが装備されておりますシフトは7速のオートマチックシフトが採用されており走行モードに関しましてはセンターのスイッチにてスポーツモードを選択することが可能です続きまして後部座席ご紹介させていただきます後部座席に関しましても目立った使用感はなく きれいな状態を保っております。ステーションワゴンでございますので、スペースも十分に加工されており、後部座席の方もゆったりとドライブを楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いとはいたしません。では今回は2013年モデル、メルセデスベンツ C250 ステーションワゴン、 AMG スポーツパッケージプラスをご紹介させていただきました。人気パッケージオプションの AMG スポーツパッケージプラスが装備されておりますので、数多くの専用装備が施され、そのデザイン性もお楽しみいただけます。また、ステーションワゴンということで、実用性も兼ね備えており、走行性能に関しましても、 204馬力を発生させるエンジンが搭載されておりますので、真を選ばずお使いいただける1台です。お探しの方はぜひとも、お早めにご検討いただければと思います。